Viewer discretion is advised.考えることが多いな。しかし、本当に面倒だな。ああ、まるで監視されていて、先回りされているみたいだ。この通路の先はどうなっている？特に行き止まりというわけではないですが。ですが？ただ、50人くらいの人が待っているみたいです。挟み撃ちか。数が多いわね。全部を倒すには少し時間がかかりそうだけど。横道に逃げてやり過ごすか、正面から罠を突き破るか。どうする、風魔？横道を使おう。不要な戦闘は避けた方がいい。方が簡単だし楽なのに。相手はチンピラとはいえノマドの構成員なんだ。どんな隠し玉があるかわからないからな。
そうね。私は隊長の意見に賛成よ。私も賛成だ。それに、嫌な予感がする。よし、じゃあ。どうやら、向こうの方が一枚上手なようだな。ああ。しょうがないか。正面の一番熱い部分を突破する。エミリーは？私が一緒にいる。うわ！大丈夫？ああ。行くわよ、風魔くん。はい、スー、エミリー、ノアを頼む。了解。わかりました。うん、よろしくね。水木雪風、一番乗りよ。さて、ちゃっちゃと片付けちゃうわよ。ああ、嫌な予感がする。こういう時は、この場を早く離れるべきだ。同感ね。みんな、油断しないように。気が抜けるな、お前は。そうですか？私は程よく緊張が抜けていいと思いますけど。なかなか楽しそうな仲間たちじゃない？風魔。まあ、不要な緊張をしなくていいという意味では楽しくはあるな。よし、行くぞ！みんな！それにしても、お前もノマドの一員なら、連中を止めることはできないのか？その権限は、ない。私は下級戦闘員より下の、使い捨てだから。使い捨て？うん。お腹が空いた。
これじゃあ長時間の戦闘とか無理じゃないの？戦闘任務の時は事前にたくさん食べてくるよ。だが人間は食べないのだろう。うん、ジャンクフードは美味しいね。まあ否定はしないが。なんだ、私だってハンバーガーやアイスくらい食べるぞ。悪いか。悪いだなんて言っていないだろう。いや、お前にも。そんな普通の女の子みたいな趣味があったんだな。ふうま、帰ったら覚えていろよ。ずいぶん丸くなったわね、中華連合の元エリート様も。うるさい、黙れ。その舌を引っこ抜くぞ。まったく、緊張しすぎるのも問題だけれど、肩の力を抜きすぎよ、あなたたち。ねえ、後で覚えていろよ、フーマ。その調子じゃ、御社に戻ってからも大変みたいね。無事に戻れたらな。なあ、本当に御社町にまでついてくるつもりか？ダメ？いや、そうだな。そういえばお前、ノアの腕はどうなっているんだ？戦闘の時は黒くなって、今は普通の腕で。私の中には複数の魔族の遺伝子が組み込まれているから、それを全部混ぜて出したら黒くなるの。複数の遺伝子ですか？オーガニ、ヨーマとか。肉体的に優れている、もしくは特殊な形状を持つ魔族ですね。ということは、ミス・ノアに組み込まれた遺伝子は肉体を強化するためのものでしょうか？他にもたくさん。ゾンビみたいな肉体が死んでいる種族以外は全部。
スライムも触手生物も。なるほど。いくら魔族の技術でも死体の遺伝子は他の存在に渡せないと。それでは次の質問ですが、ミス・ノアはどうして女の子の姿をしているのですか？この姿の方が高い値段で買ってもらえるらしい。どうかした？いや、ノアはそのことをどう思っているんだ。自分の中に違う誰かの血や肉を入れられているんだろう。知らないかな。考えたことがなかったし。そうか。ち、もう見つかったか。まだです。足が速い追跡用の獣型のロボットに魔族まで？ロボットに魔族？ちっ、本気で俺たちを東京キングダムから出さないつもりか？このままでは追いつかれるか。どうする、フーマ？うわ、また正面からも。でも数は少ないよ。このまま突破するぞ。水木雪風一番乗りよ。このままでは獣型のロボットと魔族に追いつかれます。四足歩行の存在とかけっこは分が悪い。ここで一緒に殲滅するというのはどうだ？ああ、ここまで走って疲れてませんか、凛子先輩。カス、私の心配よりも自分の心配をしていろ、バカ者。わお、仲がいいやりとりだこと。そうね、こんな時でも余裕があるなんて、さすがは特務中隊の隊長だな。茶化すな。まったく緊張感のない連中め。行くぞ、全力で最速で突破する。了解。Thank you.
私の活躍見ていてくれた？よし、抜けた。全員無事か。はい、怪我もありません。人がいなくなった。全員、周囲を警戒しろ。敵の主力が来るぞ。妨害電波？ドローンがオフラインになりました。これではハッキングが。武器としては使えるの？至近距離でならまだ大丈夫です。エミリー、身を守ることに専念しろ。くれないとすぐで突破口を。了解、任せろ。水木雪風、一番乗りよ。エイトン、エイキュー、やりゃー、いけー、やりゃー、いけー、やりゃー、いけー、いけガラ空きだ。
ずいな。完全に囲まれた。敵はお前か、ノア。この町では自由にしていいと言われているから。違う。危ない。危ないよ。完全にそちらの味方。我々と敵対するのだな、ノア。こんなところに。ここはノマドの領域だ。私がいても不思議ではないだろう。水木知らぬい。それよりもこれだけ派手に暴れたのだ。ただで逃げられるとは思っていないのだろう。調べ物は終わったから、もう帰りたいのだけど。もう少しゆっくりしていけ、心願寺くれない。どうせまだ何も見つけていないのだろう。最初からこちらの行動は全部筒抜けだったということか。追跡というのはあまり好きではないのだがな。やはりこうやって刃を交えることが一番お前たちをよく理解できる。フーマ、逃げるようよ。相手の手のひらの上だ。エミリー、雪風、紅の援護。申し訳ないけれど、
お前の騎士道に付き合っている暇はない。三人がかりか。みんな、雑魚の相手は任せたわよ。ここでイングリッドを倒す。何としてでもだ。水木雪風、一番乗りよ。悪くない夫人だ。これなら私にも刃が届くかもしれないな。届くのではない、届けるのよ、イングリッド。ミスくれない、援護します。合わせるわ。誰がお前たちの相手をすると言った。勝手に盛り上がるな。相手はちゃんと用意している。最強の大魔人、伊川麻木が選出した人員で構成された部隊。お前たちの技量はこちらの想像以上だ。はあ？自分は後ろに隠れているくせに、随分と上から目線じゃない。威勢も十分。この状況でも心が折れないことは賞賛に値する。ふん、この程度の状況など過去に乗り越えてきている。数の差で攻めてくるならこっちは質で押し返してやる。ほう、お前ら大魔人のそういうところは正直嫌いではないがな。スー、雪風、白縫さんと一緒に暴れてくれるか。構わないが、どうする。何の策もないなら乗らないわよ。桜のエイトンでイングリッドを狙う。あの魔界騎士が相手だと動きが読まれそうだけど。ええ、こちらで勝負を決めるなら力押し以外の一手が欲しいところだけど。その隙をくれないが見逃さない。打ち合わせをする暇はないが、信じるしかない。通じ合っているというやつか。言ってる場合か。冗談だ。緊張はほぐれたか。エミリー、ノア、身を守ることに専念しろ。これが伊川麻木が選んだという人材か。
ブラック様と呼べ。心願寺くれない。良い動きだ。少しはまともに育っているようだな、若きタイマニンたちよ。ノマドの創始者がよくもこんなところに。私の町、私の国、私の庭を踏みにじったのはそっちだ、特務中隊の諸君。込めたようには見えなかったのに。黙らせろ。はっ。ノア、そこをどけ。殺さないって。相変わらずつまらん愛着を抱く。イングリッド、構わん。その人間を殺せ。了解しました。ノア、聞いただろう、ブラック様の命令だ。イングリッド、私はその人間を殺せと言ったぞ。かしこまりました。おい、ノアはお前たちの仲間ではないのか。ブラック様が殺せと言っておられるのだ。邪魔をするなら殺すしかないだろう。死にたくなければ邪魔をするな。そうやすやすと私の仲間を手にかけることができると思っているの？ならばまず私たちがイングリッド、お前を倒す。ちょうどいい。その実力を見せてみろ、タイマニンども。
いけ！やれ、イングリッド。は、本気で行かせてもらうぞ、特務中隊。本気？こっちは鼻から本気も本気、全力よ魔界騎士のおばさん。わーおー、ユッキーったら大胆。どうやら死にたいようだな、貴様ら。こんなところで死ぬ気はない。はい、みんなで生き残りましょう。ああ、この程度の危機を乗り越えれなくて何がタイマニンだ。無茶はしないで、前線には私と紅が立つわ。あの魔剣は任せなさい、フーマ、勝つわよ。当然だ。俺はこんなところで死ねないんだ。魔界騎士の力、しかと見よ。こんな不覚を。私の活躍見ていてくれた？そのまま全力で押し返せ！分かっている、任せなさい。この程度の実力で調子に乗るなよ、タイマニン。まだ余力があるか。当然だ、貴様らとは戦いに向ける覚悟が違うのだからな。覚悟なら負けるものか。私たちはもう負けん。よくぞそこまで育った、タイマン。旧大天としておいてやろう。はあ？何って。雪風！動くな。動けばこの小娘の首を折る。そりゃあんたもいるよな、おぼろ。
元気そうね、坊や。嬉しいわ、あんたが元気で。本当なら、あの時の礼を返したいところだったんだけどね。ノア・ブラウン、最後だ。その人間を食え。まともに動けなくなるまで空腹を我慢するとは理解できないな。このエドウィン・ブラックの細胞を元に作られながらここまで人間に愛着を持つとなかなか興味深くもあるが、わがままもここまでだ。すれば貴様が知りたがっていた自分が何者なのか、その答えがわかるぞ。人食いは、いや、人間は美味しくない。私はもういい。出来損ないが、ダメよ、風魔くん、静かに。今は我慢しなさい。けど。時間ももったいない。本題に入るぞ。特務中隊、お前たちを見逃してやる。どういうこと？ついでに貴様たちが求めている情報、桃地東洋の情報もつけてやる。その情報をもらったとして、ノマドにメリットがないと思うんだが。愚かなことを聞くな、人間。
私が情報を渡すということはその価値があるからだ。ここで貴様たちを皆殺しにするなり、実験材料にするなりしてもいいのだが、面倒な事案が発生しているので、使ってやるのもいいと思っただけだ。元はといえ、貴様たちと同郷の存在なのだろう、桃地東洋とは。仲間の不始末を処理するのは、仲間の仕事ではなかったか？大魔人の考えでは。桃地のことを知っているということは、本当にあの男はノマドにいるのか？正確にはいたんだ。あの男は私に忠誠を誓いながら、ある施術が終了すると姿をくらませた。イングリッド。は。必要な情報はその中に入っている。貴様たちは桃地東洋を殺せ、それがその情報を渡す対価だ。待て、エドウィン・ブラック、一つだけ質問に答えなさい。見ろ。桃地はこの町でノマドで何をした？何かしらの情報を得ただけではないはず。その情報も渡したデータの中に入っている。そうだな。最強の大魔人になりたいのだそうだ。身の内にある魔族の血を濃くし、魔族の血肉を食らいな。その欲望が面白くて力を貸したのだが、今では我が手を離れ、好き勝手に魔族を吸収して回っている。すでにコートララ島で中級魔族まで取り込んだと報告を受けている。順調に成長していれば、そろそろ上級魔族に牙を向けようとしているかもしれん。自分を食うほどに成長する前に始末したいわけね。あの男に上級魔族は食えんよ。中級と上級の間には越えられない壁がある。あれはそれを理解していない。そうだろう、心願寺くれない。誰よりも強い魔族の血を継ぐ大魔人。だとしてもどうして桃地は魔族の血を濃くしようだなんて考えを。その答えはすでにぶつけられているはずだがな。特務中隊、桃地東洋を殺せ。ブラック様の行為を無下にした滞在人だ。他の任務がなければ私が殺してやりたいくらいだというのに。行くぞ
おぼろ。はいはい。じゃあね、クソガキども。死んでなかったら次に会った時殺してあげる。重いのよおばさん。相変わらず口だけは元気ね。何の役にも立てなかったクソガキは。お前もだ、固めの風魔。お前この場にいる意味がなかったよ。何のためにタイマニーをやっているんだ。うつむいている時間はないわよ、風魔くん。このデータを調べて桃地を追わなければ。はい、そうですね。大丈夫か？出来損ないと言われた。私はもう必要ないのかな。ありがとう。お前のおかげで俺はまだ生きている。正直何度も死んだと思ったし、殺されるかと思っていた。お前は役立たずなんかじゃない。本当に助かったんだ。一旦御社に帰ろう。通信で話すには今回得た情報は重すぎる。そうね、私はどうしようかしら。できればあまり御社の方とは関わりたくないのだけれど。いや、急ぎの任務がないなら一緒に来てくれると助かるんだが、どうやらしばらくは浅木先生と別行動になりそうだし。ふん、誰かの代わりっていうのはあれだけど、随分と素直になったのね。昔はあんなにもトゲトゲして誰も頼らないって顔をした可愛げのない子供だったのに。うるさい。エミリー、 USB の保管を。それとまだ東京キングダムの中だからな、警戒を頼む。はい、一緒に頑張りましょう、コタロウくん。桃地を追うほどに問題が増えていくな。しょうがない。それだけ日本政府はもろく、タイマニンが立っている場所は危ういということだ。ノア、行くところがないなら御社に来い。居場所がないならうちにいくつか空き部屋がある。いいの？
ああ。特務中隊に問題児が増えるなんて、今更だ。だって、スー。なんだ。自覚がないのか、雪風。もう襲われる雰囲気でもないし、何か食べて帰らない？私お腹すいちゃったね、ノアちゃん。まったく、問題が山積みだ。でも、こんなに忙しいと落ち込んでいる暇もありませんね。このままじゃ終わらない。絶対にここでタイマニンを舐めたことを後悔させてやる。お、やる気満々だね。さすが男の子。その通りだ、フーマ。やるぞ、絶対に。 Thanks for making it to the end of this videoAnyways, if you're new to my channel, feel free to check out the content here, of course. And if you like what you see here, why not hit that subscribe button? And if not, well, thanks for giving my channel a shot. Anyways, as always, this is Ryuki here saying thanks for watching. And until next time, everyone, sayonara.